こんにちは、カオルンです。本日はギターコード徹底解説動画やっていきたいと思います。今回やっていく曲はですね、スピッツさんの美しいヒレやっていきたいと思います。イエイ！この曲はですね、映画名探偵コナン国鉄のサブマリンの主題歌となっております。まあね、美しいヒレというところでね、それをね、自分の個性に例えて、そのね、お魚のヒレを使って、川の流れをね、世の中に例えてですね、そこに負けずに、まあ前にね、進んでいきましょうといったね、メッセージが込められています。メロディーの方はですね、キャッチーでとってもね、わかりやすいですよね。今回もですね、初心者の方がね、ちょっとね、疑問に思いやすいところ、つまずきやすいところなんかをね、徹底的に解説していきたいと思いますので、最後まで一緒に頑張っていきましょう。そしてこのカオルンチャンネルでは音楽系の YouTube をやっております。ぜひね、皆さん、登録だけでもしてってください。それではまずはね、ギターの方を解説していきたいと思いますので、イントロのフルの動画から見ていってください。どうぞ。そしたらイントロの解説やっていきたいと思うんですけれども、まずはイントロだけじゃなくて A メロ、B メロといったね、この曲全体ですね。各章ごとに左手のまずはコードの押さえ方、その後にこっちの右手のストロークの弾き方といった順番でやっていきたいと思います。あとはね、このイントロに関しては最初というところで、このね、コードもストロークもね、詳しく解説していきたいと思いますので、さらに2つの章に分けて説明をしていきたいと思います。じゃあですね、まずイントロ1というところで解説をしていきたいと思いますけれども、まず皆さんに気をつけていただきたいコードがですね、一番初めに出てくるノンコードになります。このノンコード、いわゆる音を鳴らさずにね、弾くコードになります。左手で弦全体をね、こうやってそっと押さえておいて、右手でね、こうやって弾くと、まあ、完全にね、音が鳴らず、こうね、ノンコードといった感じになります。ギターってね、こうしっかりね、押さえてしまうと鳴ってしまうんですけれども、こう、鳴っちゃうんですけれども、こうね、そっと、まあ、押さえておいて、弦とね、このギター本体をね、浮かしておくと、こうね、鳴らした時にね、この振動がね、まあ、指にね、吸収されてね、本体にはいかないっていうところで、ならないといったね、仕組みになっております。ただし、今回に限りね、イントロ2番のね、一番最初に出てくる F コード。こちらがね、正破コードって言ってね、ちょっとね、こう、初心者の方が最初にね、まあ、ポイントとなるコードになっておりますので、こちらにね、スムーズに入れるように、あえてね、このね、F コードでそっと浮かしておいて、ノンコードを鳴らすといった感じでやってみてください。はい、ストロークやっていきたいと思います。ストロークに入る前にですね、この曲はですね、リズムをね、1、2、1、2とね、いった繰り返しで撮ってみてください。実際にね、原曲聴きながらね、撮ってもらうとわかりやすいと思います。で、このノンコードを弾いている間に、1、2とね、1回数えます。ゆっくり数えながら弾いてみると、1、2、1、2、1、2、こんな感じになります。さらにゆっくりやってみると、弾く、止める。もう一回いきます。弾く、止める。1、2と数える間に、このね、鳴らす、まあ、ダウン、アップっていうね、この一往復を4回ね、やることができるんですけれども、このノンコードに関しては、4回目のこのダウン、アップはね、弾かずに、鳴らさない、止める、といった感じになってます。あとね、ポイントといたしましては、実際にね、原曲で聴くと、ちょうどね、最初ドラムが鳴っているところがね、このノンコードを弾くところになるんですけれども、実際にね、ドラムがね、鳴った瞬間に一緒にね、ギターも弾くのではなくて、ちょっとね、待ってからね、ギターの方は入っていきます。ドラムの方がね、ちょっとね、1、2って入る前の、さらにね、1個前のところからね、こう、余韻をね、残すためにね、入ってきてるんですよ。そこをね、ちょっとね、皆さん、やってみてください。で、コツとしましては、
うん、1、2とね、数えるといい感じになります。じゃあね、最後原曲通りに行きましょう。うん、1、2。うん、1、2。うん、1、2。こんな感じになります。じゃあですね、二つ目、二個目のね、イントロ2というところでね、やっていきたいと思います。まず皆さんにね、注目していただきたいコードが、さっきからね、出ています F コードになります。この F コード、制覇コードとね、呼ばれるコードで、いわゆる人差し指でね、弦全体を押さえるコードになります。こちらをね、押さえるときはですね、なるべく人差し指がね、この他のね、指を押さえるときに負けないように、まあ、ほぼね、一緒になるようにね、押さえてみてください。これね、なぜかと言いますと、ギターってね、基本的には上から下に下ろすダウンストロークっていうのがね、基本になります。で、このダウンストロークをね、こう弾くときに、一番最初に鳴らす弦っていうのが一番上にある6弦になります。今回その6弦を押さえる指っていうのが、この人差し指になります。じゃあですね、二つ目ストロークいきたいと思いますけれども、イントロ2で出てくるストロークはですね、2種類あります。で、一つ目の方がですね、ほぼほぼね、全部で出てくるところなんですけれども、最初の F コードをね、参考にやってみたいと思います。こちら一つ目のストロークはですね、この1、2とね、数えてる、1回数えてる間に1回弾ける長さになっております。じゃあね、F コードでね、ちょっと繰り返し弾いてみます。ゆっくりやっていくと、鳴らすすかすすかすすかす、鳴らすすかす、鳴らす、鳴らすになります。二つ目のストロークがですね、Am のところと G のところで一回ずつ出てくる、このストロークになります。こちらも1、2とね、数えてる間に一回弾ける長さとなっております。まあこちらはね、そんな難しくないと思います。上から下に下ろすダウンストロークをね、4回繰り返します。じゃあですね、次 A メロの解説行ってみたいと思います。まずはね、弾いてみた動画見てってください。どうぞ。はい、A メロの解説やっていきたいと思います。コードの方はですね、今まで出てきたイントロのところでね、できるようになっておりますので、今回はね、スッといけると思います。なので、飛ばします。肝心なのはね、ストロークになりますね。A メロはね、3つ出てくるんですけれども、一番重要なのが1つ目のストロークとなっております。こちらね、波音で消されちゃった、はっきりと聞かせろってのところと、あとは100回以上の失敗はダーウィンさんも感涙ののところがね、今回の一つ目のストロークとなっております。こちら特殊なリズムとなっておりまして、なんと1、2、1、2とね、数えて弾くことができません。最初の波音で消されちゃったのところをね、例で説明していきますけれども、これね、実際の原曲聴いてもらうと、1、2、1、2とね、2回繰り返す感じでリズムが取れるように見えるんですけれども、実はね、1、2をね、2回繰り返すよりも、ちょっとね、短いんですよ。曲ってね、基本的にはずっと同じリズムでね、終始繰り返すのが、まあ基本的なんですけれども、多分ね、途中で飽きないようにとかね、特徴を持たせるために、あえてね、こう、本来ありえないリズムをね、そこに入れてるのかなと思っております。なので、ここに関して、一つ目のストロークを弾いているときには、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3っていう感じで、ちょっとね、さらに分解した感じで、後半の方はね、1、2、3とね、早めに数えてみてください。なので、ちょっと C コードをね、例にやってみますね。こんな感じでね、やってみてください。そのままね、続いてはっきりと聞かせろってまでね、通しでね、一回やってみたいと思います。1、2、1、2、3、1、2、1、2、3って言って F コードに入っていきます。二つ目のストロークいきたいと思いますけれども、二つ目、この今続いてる F コード
あとはね、そのまま続いて出てきますけれども、基本的にはイントロで出てきたものでね、できるようになっておりますので、そんなにね、難しくないと思います。やってみてください。じゃあですね、三つ目ですね。それがね、A メロの最後の方に出てくるユニークな進化の礎のところの C コードになります。こちらね、1、2とね、繰り返すの2回ね、繰り返している間に弾くことができます。ゆっくりやっていくと、ならすすかすすかすすかす、ならすすかすすかす、ならすすかす、ならす、ならすすかす、ならすすかす、ならす、ならすになります。はい、A メロの解説終わりましたので、次はね、B メロ行ってみましょう。はい、B メロですね。B メロの方もですね、コードは今までね、出てきたね、もので、すぐにできるようになっておりますので、ぜひね、やってみてください。今回はね、省略します。じゃあね、ストロークやっていきますけれども、ストロークに関しては、このサビ前に出てくる G コード、あとはね、ノンコード、ここをね、やっていきましょう。こちらね、1、2をね、2回数えてる間に G コード、あとはね、ノンコードを弾きます。ただ、ちょっと特殊で、1、2、1ってね、数えるまでは G コードで、最後の2だけね、ノンコードといった感じになってます。ちょっとね、やってみると、あとポイントといたしましては、この G コードを弾いてる間に、この6回ね、ダウンストロークを鳴らしますけれども、まあ、サビ前というところで、だんだん盛り上がりをつけていきたいというところで、最初はね、弱く。で、そしてだんだん強く、こうね、弾くと、一気にね、サビに入って盛り上がれるといった感じなので、やってみてください。じゃあですね、サビ、肝心のサビ、行ってみたいと思います。はい、肝心のね、サビ行ってみたいと思うんですけれども、サビの方はですね、皆さん今までね、よく頑張った分、コードもね、ストロークもね、ほぼね、何も新規がございません。ただね、1点だけね、あるので、そこだけお伝えしていきたいと思います。それがサビのね、最後の方に出てきます、G 音 D コードになります。こちらね、よく皆さんがね、見る G コード、こちらのね、ベース音を D コードに、変えた音となっております。ベース音ってね、基本的にはね、低い音がね、該当するので、ギター的にはね、このね、6弦の中でね、一番低い音が鳴るっていうのはこの6弦なんですよ。一番上にある6弦になります。今回みたいに D がね、ベースの場合は、一番低い音をね、D にしなくちゃいけないので、ここはね、G になっちゃうので、鳴らさない。で、このね、A、開放弦が A のところもちょっとね、D にするためにね、ここら辺を押さえなくちゃいけないので、やりにくいっていうところで、この親指を使ってですね、この、ちょっと難しいんですけれども、5弦、6弦をね、浮かしてミュートをさせておきます。で、今回は D がね、こう、ベース音となっておりますので、皆さんね、チューニングするときお分かりかと思いますけれども、このね、4弦ですね、上から3つ目のこの4弦。こちらはね、確か開放しておくと D になっているので、こっからね、下を弾くといった感じですね。この4弦で G 音 D を弾きます。なので、小指はいつも通り、1弦の3フレットを押さえておくといった感じで、あとはね、もう2、3、4弦はね、何も押さえない。この状態で5弦、6弦は親指で軽く押さえてミュート、鳴らさない。これで鳴らす。これが G 音 D コードになります。はい、そしたらイントロから A メロ、B メロサビってね、終わりましたので、最後まとめいっていきましょう。
はい、ということで今回はスピッツさんの美しいヒレ、こちらのギター解説動画やっていきました。皆さんいかがだったでしょうか。コードもストロークの方も基本的なものがね多かったですよね。ただね、こうちょっとね難しいところもあったんですけれども、そこはねちょっと練習してもらえればできると思いますので、あとはねこれだけねこうメインのねコードとストロークが出てくるのにこれだけいい曲が作れちゃうというところはですね、皆さんも基本的なねギターを習得してもらえればね、いい曲がねたくさん作詞作曲できると思います。ぜひですね皆さんこの曲ね練習して習得してもらって、ライブとかね家族の皆さん友人とかにね披露していってください。はい、ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、役に立ったよ、面白かったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツ頑張っております。そして年内ね500人目指してね、あともう少しなので、ぜひね皆さん応援お願いします。そしたらまた次のカオルンの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。